4月14日までの君へ、誕生日おめでとう。寂しがり屋の君はいつも誰かと一緒にいたい。自分が歩いている道が一人だけだと自信がなくて、誰かと歩きたいって思ってしまう。でも気をつけて、君は他人からの影響を受けやすいんだ。君は優しくてとても綺麗で魅力的だから、いろんな人が君に近づいていろんなことを言う。人に愛されたい君はその意見に従おうとするけれど、みんな言うことが違うから、君はどんどんわからなくなる。自分がどうしたいのか見えなくなる。少し辛いけれど、少し勇気がいるけれど、たった一人で人生を歩く決意をしてごらん。たとえ隣にパートナーがいても、その人は全く同じ道を歩く人ではない。今この瞬間、たまたま見ている景色が同じなだけなんだ。人はみんな一人で生きている。自分だけの道を生きている。そう思えたら、心はすっきりと晴れるだろう。今抱えている寂しさや苦しみから解放されるだろう。そして本当に二人で一つだと思えるような、たった一人の人に出会うことができるだろう。それはもう一人の君かもしれない。誕生日おめでとう。君が一番君を好きでいてほしい。